はい、ということで、シュート対決、はい、これからやっていきたいんですが、この3人プラスウィナーズメンバーこの3名でお願いします。お願いします。はい、シュート対決、まあ特に大津選手、まあ、シュートの形だったりいろいろ持っているので、まあ、教えてもらいながら対決なんで勝負よ。よっしゃ、なんせね、ウィナーズはね、チャンスは作るものゴールが決められない。すいません。だからね、ゴールを決めるために、はい、頑張りましょう。吸収しながら、はい、対決でやっていきたいと思うので、はい、最初はリュウジェッコ、はい、これ一緒、はい、これ一緒、最初はリュウジェッコ対決、はい、これ一緒。いや、一番の可能性ある。アイちゃんからボールを頂戴で、ここでこれでシュート。あー、すごいね、アイちゃん、ね、シュートしてそのまま走り込みます。エムちゃんが PK マークぐらい、そこに流し込む感じで、で、これを確実にPK スタートのところで打つみたいな。大丈夫ね、大丈夫。これ3セットぐらいで、はい、はい、いきましょう。あ、そっち、すごい、おお、結構これ距離あっという間に、あー、やばそう、やばそう、早いのなんで、あ、マジかよ。うわー、うまー、ぐいやいやうますぎー、うわー、違う、やっぱ違う、うわー、うわー、すげー、シャマーニー、うわー、ナイス、ラッキーバー、やったやった、うわー、やばい、ハードシュートなんてやりづらい、やべー、リオンと一人、ク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 リオンと一人、よし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 、あっ、あっ、おーい、うまい、うまい、ああ、待て待て、いやー、ナイスキック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 、判定、はい、うまい、今の、うわーい、うまい、はい、チミトッチ、うん、ナイス、よっしゃ、よっしゃ、大クリアいました、やったやってるわ、早いんだ、ナイス、悔しい、今の、
これ待って今3巡目です。3点3点2点2点これ1点1点1点うわやばい。ラスト最後特別ルール2本決めたら3点です。よし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 。やった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 やっあ俺行くよな、何なんだ。よし、俺もあるぞ。最後ナイス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 ナイよう残した。ナイス。危ねえ。最後です。やばい。やばい。やばい。ついてる。ということで、この中で一番決めたのは大津選手ということで。すごいね。一本目やばい。すごい。プロなんで、プロなんで。プロなんで。やばい。やばい。せっかくのね、あの最後意識してたことってシュートの時に。基本的にこう縦に落ちるようなボールの方がやっぱり取りづらいんで、それはシュートの時に意識してるのと、あとやっぱ一番こう転がってくるところって、強く打とうとしすぎると、どうしてもこう浮いてしまうんで、常にかぶせながら、浮かないように。ながらもう擦りながら下に叩きつけてみたいなのがゴール前は一番いいかな。あとはもう自分のなんかシュートの形というか、ね、このポジション入ったらこういうキックができるみたいな、シュート練習でずっと打ち込んで形化することが大事。どうですか、心拍数上がります。慣れないのシチュエーションは左だよ見たことない。よかった、楽しかったですね。だからディフェンスはね、なかなか難しいもんですわ。いやボランチとかやってたから頭利きですから頭利き企画としては青木選手の勝利ということで、本当に貴重な企画ありがとうございました。ありがとうございました。あらっす。駆け引きがあったっすよ。トータルかあったっすよ。勝った選手の1本目が一番良かったっす。いやもうやばかったっす、あれは。飛んでても多分止められないですね。ノーチャンスですか。あれノーチャンスです。これがやっぱでも、シュート重ねてもいけるんだけどね。そうですね。確かに。キーパーの難しいとこだよね。実際に早いに受けてないと。普段から。毎回来てくんないよな。毎回来てくれたらもう超レベルアップ。ね。毎回来ていただくっていうよりはもうお二人が那須さんチャンネルに出演し続ける。あ、そうですね、確かに那須さんに呼んでいただきますか。那須さんお金ももらえて、お金もいただいて、極上のシュートもいただけると成功できて、あ、いいじゃないですか。お返しします。現場からは以上です。現場からは以上です。ナーズメンバー頑張ってもらわないと。誰が行きます？俺にです。実際どう？うまいよ。やっぱすごいキックの形がしっかり。あとはこうちょっと力んじゃう。ああ、力みます。ゴール前とか多分多い感じが今するかな。珍しい。変わらない。レベルかな。頑張ります。俺らシュートの形ありますか？ナチュラルですね、シュートに立っていく。ありがとう。こっち向かってたね。こっち向かってないと。こっちは。今言っていただいたことだったり、サッカーされてる方も参考にしてもらってる。ありがとうございました。ありがとうございました。